松田智美九月一日体は、日本の政治家、秋田県仙北郡三里町長、秋田県仙北郡仙南村、金沢西根仏流出身。松田家の末っ子として生まれたが、長兄が県外に出たため、家を継ぐのはお前だと言われて育ったという。仙南村立仙南西小学校、同仙南中学校を卒業後、昭和57年秋田県立横手高等学校を、 卒業。東北大学農学部に入学して、昭和61年4月からは、秋田県農業試験場主任を務めた。同年8月、激しい選挙戦の末戦南村長となった斉藤勝美より、助役就任の要請を受け、9月秋田県庁を退職、採取を連れて、戦乱村の実家に戻った。10月1日、33歳で戦乱村助役に就任。 県内69市町村中、最も若い助役として話題となった。当時、パソコンを扱える自治体3役は必ずしも多くなかったという。斉藤村長が一期で退任した後、平成12年8月の村長選に立候補して、無投票当選し、37歳で、千南村長に就任した。 村長時代の業績としては、国道13号線沿いの金沢地区に、道の駅間の里千南を、登録、開駅、野外でのジャズコンサート、ジャズフェスティバルイン千南の実現などが挙げられる。平成16年2期目となった直後の11月1日、千南村、六号町、千畑田町が対等合併して、新町、三里町が成立。これに伴い、 千南村長を失職した。この合併は平成の大合併における秋田県内最初の大型合併であった。なお、松田は合併前の8月時点で三里町長選への立候補を表明している。11月28日、初代三里町長を決める町長選が行われた。前線旗町長、藤島町右門との一騎打ちとなったが、 開票の結果、松田が1152票、藤島が6655票をそれぞれ獲得し、松田が当選して、初代三里町長となった。三里町長としては、地域英語を廃して、新町の融和に努めるとともに、経費の無駄を廃して、行政効率を高めるという大方針のもと、認定子ども園、千畑中吉園、六号ワクワクソの 戦南スコヤカ園3園による、養保一元化教育の実施など、福祉の充実、六号遊水群を中心とした、遊客体制の整備と集客施設等の設置など、観光振興に取り組んでいる。戦南村長時代からの、ジャズフェスティバルイン、三里や三里町長就任後の、三里フェスタの開催など各種イベントの実施にも、尽力し、中華民国カレン県水穂里と,との友好交流も、 進めた。また、行財政改革を進め、当初の文兆方式を見直して、役場機能を、0千八町役場に集中させ、小中学校の統合を進める一方、公民館、図書館、体育館などは、地域のバランスも考慮しながら集約化と再編を、図っている。平成22年、北斗銀行取締役会長町田へ、元東京大学総長、 佐々木岳氏、絵本作家、イラストレーターの永田萌の三種を三里大使に移植し、8月25日に町役場で就任式を行った。平成24年12月からは国道13号横手、対局間4車線化整備促進規制同盟会の会長も務めている。平成25年、東廃号によって使われなくなった小学校の校舎の再利用として、 九泉南東小学校、千畑南小学校は、改修を施した上で、それぞれ、三里町宿泊交流館を枠あす、三里町歴史民族資料館、佐々木武式年念室として利用する方針を決め、九泉南西小学校、金沢小学校、六号東根小学校については、民間企業に貸し出して、雇用拡大と企業活動支援を行うこととした。 それぞれ当該企業と契約を結んで、大道医療のストックヤード、産強工学工業を秋田事務所、リナックスの農産物生産試験場として利用されることとなった。秋田大学、国際教養大学、秋田県立大学などの県内教育研究機関、日本航空、龍角散、山崎帝国道、公益社団法人東京省役協会など首都圏の企業、 団体との提携にも熱心である。自治体間交流は、九町村から引き継いだ、東京都大田区、栃木県中川町に加え、ラベンダーを通して、北海道中良野町との連携協力協定、大田区を介して、長野県東美市とも3自治体からなる、防災協定を結ぶなど、交流のネットワークを拡大した。趣味は、海釣りとクラシックギター、読書、好物は焼きそば、 祖父の松田静造は昭和34年から昭和44年の10年間第二大仙南村長を務めた。父の松田孝一は仙南村農業共同組合の組合長を務めた。ありがとうございます。